ございます。おはようございます。今日はですね、はい、ちょっと旅に出ております。はい、2人で、はい、で、まあ、あの普通に釣りするだけじゃなく、はい、ちょっとね、旅気分でやれたらなと思って、はい、久しぶり、もう数年もうぶりバス釣りで泊まりがけです。久しぶり、ね、久しぶり、本当数年ぶり確かにね。で、まあ、旅ということもあり、であとはちょっと僕らの面識はないですけど、はい、お友達を連れてくると、今回、はいはい、本当に友達かわかんないです出前さんだけ友達って思ってあるんじゃねえかなと思ってますけど、はい、まあ、その方はもうご一緒して、はい、バス釣りとで、何やら、その相方さんが、はい、初心者と、うん、で、バス釣りじゃなく、はいはいはい、釣り自体がもう初心者ですということで、はい、まあ、釣りお母さんのお力をお借りして、はいはい、バス釣りちょっと教えてくんねえかなと釣りお母さんのっていうか、もう徳ちゃんの力を借りて、いや福岡県、はい、と、また別の県にちょっと行こうかなと思ってます、はい。ゲバミさんがやられてるみたいで、バス釣りのチャンネルというか、ゲバミさんのチャンネルじゃなくなくなんですかね。その辺がちょっとはっきり僕もちょっと知らないんですけど、まあ、その兼ね合いもあるのかなと思っております。はい、はい、なんでちょっとね、現地集合しに行きたいと思います。はい、はい、じゃあレッツゴー。世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。はい、はい、音楽が到着しましたね。はい、はい、で、いつものゲバビさん、ゲバビさん、はい、もう来られておりますが、ご紹介ください、ゲバビさん。いや緊張するな、なんか。すいません、お久しぶりです。お邪魔します。今日は、はい、僕のドンゲバビチャンネルじゃないんですよ。はい、このスーパーフィッシングという番組が立ち上がって、はいはい、一緒にやらさせてもらってる。はい、ウカナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。釣り岡ファンの方、ひっくり返ってますよ、チャンネルに。男性も多いから、あの僕ら世代はね、もう、そうですか、スーパースターですから。いや、そうですかね、そんなことやめてくださいよ。やめてください。ひっくり返りそう。いやいや、どうぞどうぞ。いいんですか、この感じで、私、ビギナーなので、釣り岡チャンネル。むしろ、この僕らでいいんですか。いやいや、もうそれはもう立ち上がってすぐ、はい、この間河口湖で釣りしてきて、はいはい、で2回目どこでやろうかってなった時に、はい、うちのジョージが、はい、番組スタッフのジョージがですね、はい、九州行きたいですよ、はい、で九州行って釣りしましょうっていう、はい、もうただそこから始まって、はい、ちょっと待って、九州行ったって当て、そう、つてとかないとって言って、はいはい、いやでも武井さん、釣り岡さん仲いいじゃないですかって、はい、で、じゃあ分かった、連絡するそういう流れで、で、陽来さんに連絡させてもらって、で、なんちょっと教えてくんないですかっていう、はい、特に奈緒さんを鍛えてほしいっていう、ビギナーなんです。あの前回川口湖で1回だけ、はい、バス釣りしただけなんです、はい、なので教えていただけないかと。いやいや、釣られてました。そう、徳ちゃんが釣れなかった。はい、あの、はい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 、あの、はいはい、釣り岡の徳ちゃんが釣れなかった激沈した川口湖で、バス釣り初めて、はい、じゃあちょっと上から目線でちょっとだけ、ちょっと今上からまあそうなりますかね。ただ本当に持ってるっていう、お見事でした。はい、拝見しました。ありがとうございます。はい、悔しさと応援との半分は違って、いや
教えていただけるならすごい嬉しいです。いや僕らが教えれることはちょっとしかないと思うので、はい、いやありがとうございます。嬉しい。すごいバスボートがすごい浮いてる、ね、あじゃあこっから皆さん降ろして。そうです、そうです。あだからこんな止まってんだ。へえ、スーパーフィッシングとか書いちゃダメ。怒られろ。まあでもなんと贅沢なのが、はい、今回明日もそうなんです。まるまる2日間、はい、釣岡さんとお忙しいでしょうに、ね、ありがとうございます。ゲバビさんはどうでもいいです。及川さんには何としても釣っていただきたいと思います。ほら、はい、ほらほら一番でかいの釣ってやる。いやもうゲバビさん、あ、いやいや待ってよ。本当はこんなところじゃなく、うん、もっと国が来やすいところで、うん、本川さんに。とんでもない、もうどこでも嬉しいです。ね、楽しみ楽しみ。ね、何年ぶりだろう、この人。そうなんですか。すげえ。あ、行けるとお気をつけますかね。はい。お、大丈夫ですか。あ、すいません、大丈夫です。俺は、撮られた。俺は撮ってきました。大丈夫ですよ、もちろん大丈夫です。ジョージさん、ポコーンって思ってた。お、スズメバチ、やっば。え、なに、やばい。あ、いっぱいいますね、これやばいな。これはやばい。いっぱいいる、いっぱいいる。10匹入る。やばいっすね。これ巣があるんじゃないですか。これ巣があるぞ。絶対巣があるわ。ほら、うっちゃうじゃいるもん。これ全部スズメバチ。これはやばい。待ってこい。近い、来いよ、この野郎。自分黒いから刺されちゃうんですよ。ここはやばいな。遠回りするか。こっちから行けるかな。こっちには出れた。こっちには。怖い。めっちゃ怖い。10匹以上いました。はい。向こうから回ります？なおさんここにいます。探しちゃった。どこ行ったかと思った。飛んだなぁじゃない。今の使わないでください。あ、ほら、うまい。これリールを巻くっていいの。今ぐらいで、今ぐらいでいいよ、はい、すごいサングラスがいいです。眩しくない。そうだ、ルアーも泳いでて曲がるんだ。あー、ね、いいね、うん、それかっこいい、うん、出てる分、はい、この酸素が水の中にちゃんと入るっていう。そもそもなんか物に付きたがる習性がある。はい、バスだな。なんで、こういう穴にざっくり大きいと、何かも障害物に居やすい。何にもないところにこういう何かあるところがバランスの中に居やすい。わー、面白い。いやでもただ明日がおそらく釣りは本番だと思うんで、ね、今日はちょっとね、今日は及川さんで九州の水辺見にまずは、はい、慣れていただいて、ね、水辺に、そう、本当バス釣りって綺麗事じゃなく、うん、溜まっていくと釣れなくてももう楽しいんですよね。確かに。ルアー投げるのが上手になったりとか、そう、延々やってられるっていう。なんで今回ちょっと評価にこだわらず、まずはこの第一本目は釣りを楽しんでもらおうかなと。ね、はい、あ、いい、あ、なおさんいいよ。楽
もう女側クイーンコンテストやってたら優勝で今のとこ参加者1名参加者1名なら優勝及川直が自虐言うようになっちゃったよちょっと行ってみますね行ってみますかここでスズメバチ出てきたらもう無理よなんてこと言うのスタディディよりだいいよいいよいいよミスキャストをミスと思わないのが釣れる秘訣なんで、いいこと言ういいこと言うちなみにベイトリールは投げたことありますかベイトリールこれですねないでまだスプリングを覚えたばっかりの、ま、はい、及川さんに、はい、じゃあこれ投げてちょっともらいますけど、はいはい、そこをカチッとしたらカチッとしたら糸が出ますのでカチッとしたらここを押さえてもらって、はい、でこれを離すタイミングで負けばカチッとなりますあ、はい、そうか、ね、あ負けばカチッとなるんですね、はい、へえ覚えるとこっちのがベイトの方が楽なんですね楽かも、はい、だからしっかりブレーキセッティングさえしてやれば、うん、よっぽど下手な感じじゃない限りスプリングをちょっと投げれるよってくらいだったらもう全然ベイト投げれるんで、すごくなんか、ね、はい、投げやすい気がします最初スピニングでっていうと多分ずっとスピニングでやっちゃうんですよねこう、うんうんうん、でベイトに行ったらまた初心者の状態をやらなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、ある程度投げたらもうこっちも、はい、ベイトも大体一緒ぐらいで進めていった方が絶対後々いいと思いますわかりました、はい、じゃあはいベイトですねベイトですね、多分武井さんが買ってくれるんじゃないかなやったー、はいでもめちゃくちゃ上手です本当ですか、はい、めちゃくちゃ上手こう後ろにあ後ろからで、ギュンって投げた方が投げやすいかもしれないそう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 、それの方が、はい、顔の反動をちょっと使いやすくなるので、うん、大丈夫ですかね、はい、大丈夫大丈夫あよかった楽しいすごいへ褒めてもらえると頑張れるすごい教え方上手いやいやいやあのケバビさんよりなんて言っちゃいけない嘘嘘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 後ろで見てる人が良かったんじゃないですかああそうお二人がスピニングの時より順調ですよ、ね、おお本当、はい、やっぱ教え方が先生の差ですかね先生がああそれもいい先生の差ですね最初ゲバビさんがスピニングを教えたからこそのそうですそうです、はい、だと思いますいやでもゲバビさん本当教え方最初すごい分かりやすくて、うん、でもなるほど両方並行して覚えてっていいってことですね、はい、初心者は私これ欲しい今後これ私も覚えて、はい、うん、ちょっと自分でもやりたい自主練していく、うん、ちょっとこっちのチャンネルでねあのスーパーフィッシングでも見せたいと思いますけど頑張って自主練しておきますちょっと早かった、止めるすげえすごいやりやすいですよ、これあまだバックダッシュしてないですわえ、全然いけんじゃん、じゃあ、なおさん楽しい、こっちこっちのがむしろ楽しいかもしれない俺ら、ちかいちゃんと二人でさあなんか楽しそうにやってんな、向こうって、うん、言ったら、こっちはこっち地獄みたいな顔してたなんですかスーパースター、ここで50やって言いますよねそうだなもうないんだスーパースターにはなれなかったいやスーパースターになりたいですねちょっとなマジでなんとかえバックラッシュなしでマジで見てもらって超楽しいえ明日やれるじゃんなおさん超楽しいですねえあでも全然バックラッシュしてませんかバックラッシュしてないから、はい、明日期待できる何がちょっといや我々もやっぱりナオさんに釣ってもらいたいなっていうこのね一番の喜びがああなるほどてっきりもまたゲバビさんから俺が釣れなかったってこんだけなんかバス釣りだなんだ海だとか言って釣れんってえそっちの方がお好み欲しがるんだからケタケタケタって笑うんでしょあいつ釣れんかったケタケタめちゃくちゃやっぱ徳ちゃん超謙虚だけど釣りうまい人が
やっぱ釣れないって俺ちょっとやっぱ好きなんですよ。いや僕は別に上手じゃないですけど僕の時だけやたらテケ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 って釣り切ったーって言ってたんですか。でもその嬉しそうなゲノリさんを見るのを俺いじられてるのに俺ちょっと好きですからね。じゃあ行きますか。行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ましょう。ありがとうございます。1日目お魚は見れませんでした。はい、はい。その分明日ですね。明日。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、はい、チェックインしましたね。はい、宿について、はい、今から、はい、居酒屋さん。居酒屋さん、はい、で、ちょっと行く前にいいですか。はい、僕ここ泊まるの2回目で、はい、実は僕の嫁さんの、はい、地元の超近くなんですよ。初めてお父さん、はい、お母さんに挨拶来た時、はい、お父さんがここのホテル取ってくれてて、こっからスーツ着てめっちゃ緊張しながら、あの娘さんと結婚させてくださいって。でその時まだタバコ吸ってて、はいはい、お母さんが迎えに来てくれるものの15分ぐらいの間にアメスピ7本そこでした。でもまあこのエピソードカットになって、ああ、まあ、腕上げたよ。使うか使わないかは釣岡さん次第です、ね、腕下がってる。元々ないんだ。元々ないんだ。今回の旅はまさかこんな不良のメンバーで増えて不良の。ここだけです。あ、私あ私あ、はい、ジョグに乗せたって言ってたんで、スーパージョグ絶対ありってました。不良ね。スーパー好きですね。あの嫁さんの同級生の人は飲食店5年でやってて、はい、でちょっと我々みんなで入れる部屋っていうか、はい、あるっていうので、はい、そこにお邪魔します、はい、ありがとうございます、はい、行きましょう。行きましょう。やってまいりました。はい、居酒屋、はい、何さんってここ何てお店ですか。ここ、何だっけな、下の右下の、あ、そう、宮町酒場、うん、御所、御所、御所、うん、へぇ、大分県、はい、大分県、豊後高田市、はい、高田市、店長さんじゃね、店長さんお兄さん、はい、釣りを見てくれてた、あ、ね、ありがとうございます。本当にすごい、すぐ分かってらっしゃいますね。今後はスーパーフィッシングが見られてるんでしょうね。はい、お願いします。反撃、反撃どうだろう。でもなんかバスティーな感じだった。あ、見てほしいな。今日はただ飲んで喋るだけっていう、飲んで、もしいけないことを言ったらそこはカットしてますけど、それ以外はもうチンコ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 小学生です。あ、オッケー、やめて、やめて、恥ずかしい、もうカットで使われないところ、もうカットで使われないところ、もうカットで、ピーとかもなんか効果音も入ってる、ありのままの生まれたての、生まれたての。毎回このあのゲバギさんの時計めっちゃかっこいいんですよ、うん、このマジで欲しちゃったよ。あ、これこれなんかヨーライさんも初めて会ったって言ってくれて、はい、あ、それいつもらえるんですか、ね、これ50アップ釣ったら簡単だよ。明日、それちょっと現実味ある。明日言っちゃった、カメラの前で言っちゃったもん。ちょっと現実味ある。ダマになります。もうでもそれ言ったし、やってみましょうか。あのだいぶバクバクしてるけど。動画の前でお酒飲む相当久しぶりかもしれない。レアですか。今日一日お疲れ様です。お疲れ様です。明日も頑張りましょう。お願いします。お願いします。どうも、乾杯。ありがとうございます。釣れますように。釣れますように。釣れますように。ご自宅連れてゲバギさん時計もらいます。あ、そう言っちゃいましたからね。でもじゃあで、はい、50、2人とも50アップつったら、はい、51とか52とか大きい方に差し上げる。うわ、うわ、え、すごい。やちょっと待って、本当にいいんですか。いやでも、もう思い出の品とかじゃないですか。思い出はないです。あの、ね、人がもらえる、かわいいと思って、いい、めっちゃかっこいいもんね、これ、うん、マジでね、かわいい。でもやっぱあのゲバギさんがやってると思いますよね。いる。いや可能性超高いけど、ナオさんが
35センチ以上釣ったら、とかなんかやってください。釣り岡さんから。あら、あ、そういうことか。はい、今、最高い、バス釣り人生、1匹で20あるなしのやつを記録です。35以上。わかった。俺もわかった。これの、ベイトリール。あ、はい。ベイトリール。はい。あ、はい、それはすごい。本当にいいんですか。あ、じゃあそうしましょうか。嬉しい、はい、え、本当に、はい、ありがとうございます。それはちょっと頑張れます。なんか俺だけなんかしょってるノーリスク、ノーリスク。いや、いいですけど、そう、ベイトリール、ね、ベイトリール、ね、あ、いいですかそれ、はい、釣り岡さんから及川直にベイトリール35センチ以上、これ結構いいラインの数字だと思うんですよ。で、どうだろう、真剣に僕らは及川さんに釣らせに行く、釣らせに行くっていう、そんな、はい、そうなんですか。本当にいただいていいんですね。35以上、35センチ以上でベイトリール、これでダメですって言うたら酒の席なんて言わないでください。ありがとうございます。面白いですね。嬉しい。ベイトリール、まだね、もちろん今日初めて触ったんで、ただ、2匹釣ったから2個とかはなしに。あ、わかりました。足して35もダメですね。足して35は2匹ね、ダメですね。いやいや、ありだと。ベイトロット35、2匹。いや、リールだけじゃ、ね、釣りできないから。そっか、そっか、あ、悪いな。まあでも竿がないと機能はしませんもんね。買うんすか竿。竿？え？俺が？なんて？俺なんかパパ活のおじさんみたいになってる。いいんだよ、なおちゃん。買ってよ。いや、まあ、ね、楽しいお話、すごくいい時間でしたね。はい、いや、本当にあの、ほとんどカメラ回してなかったけど、楽しい会話と、なんか、はい、いろいろ人間臭い、そうですね、人間の話をしました。おじさんとババアの、おばさんに聞いてくれ、そこは謝れ、ちょっと、ね、じじとババアじゃないでしょ、かけ謝れ、謝れ、おかしいでしょ。俺らのバス釣りよりさ、俺らの麻雀が見たいんだよ。麻雀も麻雀、その前に竹井白旗振れや。無理です。竹井さん、あの、いい男です。いや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 、もっとちょうだい、もっとちょうだい、もっとちょうだい、ちょうだいと思う。ありがとうございます。なんかいい旅、なんかちょっと釣り岡らしからぬ動画も撮れて、ちょっと良かったかもしれないですね、この、はい、仲間に乾杯。はい、みんな酔っちゃってるから乾杯。いや、仲間に乾杯。乾杯。じゃあ、この辺で、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございます。釣り岡坂岡ではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオは釣り岡ハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。